の児玉遥香です。今日はどこに行くでしょうか。まあタイトルにも回答権さ、わかるって思っちゃうけど、今日はサウナに行きます。イエーイ。今までさ、いろんなサウナ紹介してきたやん。だけどなんか個室サウナとか多かったけん、今日はみんなが行けるおすすめ銭湯サウナに行っちゃいたいと思います。イエーイ。うわすごい風で、おでこが全開。はい、渋谷と恵比寿から近くて、めっちゃアクセスもねすごくいいので、ぜひ行ってもらいたいです。でね、今回行くサウナは気になるよ。そうでね、今回行くサウナは特別に開店時間前を抑えて撮影してもらえることになりました。嬉しい、ありがとうございます。本当におすすめサウナなので、みんなにも良さをしっかり伝えていきたいなと思います。あ、見て見て、こんな感じ。じゃーん、分かった人おるかな。では行ってみましょう。私が今回行くのは、じゃーん、大量湯です。では行ってみましょう。行きましょう。おお、すごい綺麗。はい、入っていきまーす。お、綺麗。めっちゃ綺麗じゃない？じゃーん。すごい。鏡もしっかりあって、ドライヤーもあります。いいですね、ロッカーもすごい清潔感があって綺麗です。いい感じ。じゃーん、着替えました。では入ってみましょう。いいですね、本当に清潔感があって綺麗ですね。通いたいもん、すでに。すごい、あったかい、いい感じ。何色か、お、来ました。72度、バッチリアチアチです。ちょっと10分ぐらい入りましょうかね。アチアチや。はい、10分ぐらい入った件出ます。あちい、やばい、やばい、温泉最高、温泉最高。動線最高。よしよしよし。
んとですね、2セット目はアウフグースをしてもらえるそうです。すごい、どんな感じなんだろう。失礼します。はい、お願いします。お願いします。銭湯サウナでもアウフグースってやってもらえるんですね。そうですね、普段からアウフグースゲリラでやらせてもらって。ゲリラでやってらっしゃるんですね。おー、じゃあアウフグースを体験できるのはちょっと運がいい人みたいになりますか。そうですね、だいたい1時間で皆様こういつやるんですかっていうのが結構するので、聞いてからね、やるんですね。何時間に1回ぐらいやるんですか。1時間に1回。2時間に1回もあるんだって。みんな、じゃあ1回は受けられますね。はい、2時間ぐらいで1回受けます。すごい、楽しみ。ちょっと外壁にします。します。ラベンダーにします。はい、ラベンダーだって。すごい、すでにめっちゃ暑い。はい、あ、いい香り。あっちラベンダー10種類以上香りがいっぱいあるんで、こうやって毎日買ってるって感じです。熱い、やばい。バチバチに整ってます。ちょっと温泉もあるけんね、入ってみましょう。まずはラベンダーカツミルから。うわ、気持ちいいんだけど。最高。ここは温度はじゃーん、40度。めっちゃ快適だよ。超快適。やばい、サウナってさ、水風呂まではあるけどさ、温泉までないところもあるけどさ、やっぱいいよね、湯船って。こちらはマッサージ風呂だって。おーすごい、レスト遅くなりそう。香りもすごいいいですよ。めっちゃいいね。めちゃめちゃ最高でした。はい、上がりました。いや、海流湯めっちゃ良かったです。サウナがね、最高でした。とにかくサウナから水風呂の動線見ました。一瞬で行けるあれいいんですよ。めっちゃあそこの時間をね、やっぱできるだけ短くしたいけん、またサウナ
ナー好きからしたら天才なら動線でございました。あと温泉が気持ちいい。水が全部柔らかいんよ。なんか肌がすべすべになる感じ。そうで、よく見たらじゃん、ここで使ってる水は全部軟水らしいです。すごい、女子にも嬉しい。いやめっちゃ良かった。お湯も柔らかくてサウナも最高で、水の風呂までの動線も良くて、そして清潔感あるロッカー最高。皆さんもぜひ気になったら行ってみてください。ちょっとね、人気みたいなのでサウナとかはねすごい並んでる時もあるみたいなんだけど、ぜひ一度は絶対に行った方がいいです。ということで今日も完全質問でした。着替えます。海涼湯最高でした。ちょうどね開店時間みたいで、ずらりずらりとたくさん並んでました。朝からすごい。いやー整いましたね。本当にいい銭湯サウナでした。ではではサウナで整った後はサ飯行っちゃいましょう。この辺何があるんだろう、調べます。今ちょうど12時ぐらいなので、おで何があるかな。え、ここ気になる。台湾料理だって。ほら見て、めっちゃ美味しそうなんだけど。ちょっとここ行ってみましょう。タイ料理から、もうね2、3分で着きそうなんやけどね。こっちよこっち。本当にあるの、こんなところに。なんか街ブラというより住宅街の散歩みたいになっとるけど。でこっち、こっちもうすぐあるみたいよ。開いてるかな。開いてないかも。ちょっとアポ取り行ってきます。ガチで突撃なのでちょっとドキドキ。こんにちは。撮影ってここの店 OK ですか。急なんですけども、今YouTube チャンネルでして、試し紹介みたいなので、ちょっと待って。アポ取り難しい。でもまあいきなりね押しかけて撮影してくださいなんて、いきなりね押しかけて撮影してくださいなんて、食べたかったのに。まあカメラ回さず食べれたらよかったけど、そしたらダメだから。今はカレー屋さんを目指して歩いています。カレーいいよね。サウナ後のカレー大好きなんだけど、サウナ後じゃなくてもカレーを食べるんだけど、より美味しく食べるそう。踊りってなんでこんなに難しいんだろう。練習練習、テンションが大事。こんにちは。元 HKT48 の児玉遥と申します。今撮影をしているんですけども、ちょっとお時間いいですかって言えばいいかな。これをテンション高く明るく言うっていうミッション。2軒目のカレーはどうでしょうか。お、ここじゃないですかね。じゃ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 ーん、美味しそう。スープカレー屋さん。ではアポ取り行ってきます。緊張する、緊張する。なんと OK でした。私はチキンにします。フラッソはスムー。私はもうすいません、ありがとうございます。じゃーん、おいしそう。いただきます。うん、めっちゃおいしい。5でちょうどよかった。